航空写真。国土交通省国土地印地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成練馬インターチェンジは、東京都練馬区三原台2丁目にある、関越自動車道のインターチェンジである。関越自動車道の起点であるが、他の都心周辺の高速自動車国道とは違い、首都高速道路と直接接続しておらず、関越自動車道と、 一般道の都心方面のみを結ぶシンプルな構造となっている。また、近接して、東京外環自動車道大泉インターチェンジが存在する。1971年の開設当初は、関越自動車道は高速自動車国道ではなく、東京川越道路という一般有料道路であったが、2年後に、関越自動車道の一部として、高速自動車国道に昇格した。 開通当時の名残として、入り口付近の中央分離帯付近には、自動車専用の標識とともに、有料道路の文字が入った標識が掲げられている。上り線の練馬出口は、三県寺交差点に接続しており、信号機が設置されている。料金支払い及び通行券の受け取りは、新座料金所で行われるため、料金所は存在しない。 このインターチェンジと直結する首都高速道路の候補路線として高速練馬線の構想が存在する。関越自動車道上り線は練馬インターチェンジを先頭とした渋滞が状態化しており、また関越自動車道から都心及び中央自動車道、東名高速道路の各方面へは練馬インターチェンジを経由した方が最短ルートであることが多いため一般道路の 交通量も多く、八原交差点を中心に、周辺の生活道路にも通過交通が侵入している状況にある。練馬区は外環道都内区間と合わせ、高速練馬線の早期整備を要望しているが、都市計画決定等の手続きは行われていない。ありがとうございます。